校の通知表を見たことないから何が変なのだろうな。でもこれすごいペラペラな紙。いや大事な紙には見えないですよ。そう、なんか破れそうですよ。はい、どうもインターナショナルスクールチャンネルの西川です。今回は、花さんに来ていただいて何でも笑ったんですか、はい、今顔見て顔見て笑いましたよね。これ持ってきてもらったんですよ。ペラペラの紙なんですけど、一応通知表ってことで一応成績表らしいんで、学校は、どこでしたっけ、クリスチャンアカデミー・イン・ジャパン。あクリスチャンアカデミー・イン・ジャパン、はい、CAJ ですね。はいはいはい、いやなるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。クリスチャンアカデミーインジャパン、クリスチャンの学校なんですよね。そうです、そうです、はいはい、しかもプロテスタントの、プロテスタントの学校、はいはい、みんなじゃあプロテスタントです、ね、まあ、先生は絶対、はい、で、はい、私がいた頃は生徒は多分6割ぐらいは、6割、まあ、家庭がクリスチャン。あ、今やはちょっと変わってきて、今変わってきて、もっと減った、もっと減ってるクリスチャン。はいはい、なるほどね。でもいろんな人を受け入れてるってことですよね。そうですね。はい、ちょっとここで書くんですか。いや、なんか一応中にもありますよ。中はまだちゃんと書かれてるんですけど。ああ、そういうこと。なんか落書きみたいな感じでボールペンとかなんか書いてますよね。まあ一応先生の字です。落書きじゃなくて、しかも私の字ではなく先生の字です。はいはいはい。いや、なんかすごい。でもこんなとこ行ったの、日本の学校だったらあんま書かないっす。いや、そうなんですよね。はい、あ、でもまあ、ネットでこれも見れるんですか、ちなみに。いや、もしかしたらエレメンタリーの時は見れなかったとか。これ私、1年生の、その初めて、はいはい、インターに通い始めた最初の年の、あのリポートカードなんですけど、高校生の頃はもう親がいつでも、はい、あの何成績を監視できる状態だったんですよ。あ、すっごい嫌だった。パソコンさえあれば、そう、すっごい嫌だったんですけど、だからこの前のテストいくつだったとかもう隠せない感じだったんですけど、多分小学校の頃は、はい、多分まだそういう感じじゃなくて、このま小学校の時は3学期制だから、はい、period 1、2、3ってあって、まあ、終わるごとにお家に送られてきたのかな、これが。あ、それがまあ自分で持って帰ったのかもしれない。はいはいはい、ちょっと分かんないんですけど、はい、でも日本だったら多分自分で持って帰るんですよね、うん、先生にもらって。それってなんか、はい、あえて、いや、あえてなんですかね、多分送るのめんどくさいじゃないですか。めんどくさいじゃないですか。まあ確かに、はい、小学校は特にみんなお家の近くに通ってたりとか。そうそうそう、そうなんですよ、そうなんですよ。なんであえわざわざ80円の切手を買わなきゃいけないんだっていう話で。多分そうだと思います、ね、なんかいろいろめんどくさいことが起きそう。なるほど、なるほど、はい、まあ、ありがとうございます。じゃあちょっと早速中見ていきますか。はい、見ていきますか。ちなみに成績ってどうだったんですか、ハナさん。まあ、まあ、言うてしまうと結構その学校のレベルが高かったんですよ、はい、だからみんなの意識がめっちゃ高かったから、はいはい、その中のまあ中の中ぐらい、中の中ぐらい、まあ、調子良ければ中の上、はい、調子悪ければ中の下まあ中を行き来って。あ、でもジャック君と一緒ぐらいかもしれない。本当ですか、はい、ジャック君もなんか中くらいって言ってた、ね、本当ですか。それで、まあ、学校のレベルが高かったから、はい、中でも結局外に出たら上の中ぐらいで、そうですよね、だからありがたかったです、ね、ありがたかった。あの、もうこの時は自分は本当に全然ダメだなみたいな感じだったんですけど、学校出たら、あ、意外といけんじゃんみたいな、ね、なったので、はいはい、ある意味はある意味ね、そういうなんかレベルの高い人たちに囲まれることって本当やっぱいいなって思いました。確かに、はい、いや、そうですよね、はい、まあ、でも小学生の頃はちょっとまああんま関係ないですよね、もうなんか勉強できるできないってよりも、まあそうなんですかね、なんだろう、いい子にしてればいい。いい子かどうかの成績みたいな。はいはいはい、特に1年生なんて多分。まあそうですよね。はい、小学校1年生の時の成績。そうです。はい。じゃあちょっと中見ていきたいと思います。はい。はい、本当僕は読めないんでわかんないんですけど。はい、どっからちょっと見ていこうかな。あ、これ名前ですよね。そうです。でグレード1。はい。グレード1だから、6、7歳ぐらい、うんうん、2003年から2004年、はいはい、はい、昔ですね。そうやって見るとなんかそうですね、は
はい、でもなんかすごいいい感じなんですけど、5段階中の4がすごい多いですね。だからまあそういうことですよね、まあ、中の中というか、なんていうんですか、でもどっちかっていうと中の上です、ね、はい、あ、本当ですか。じゃあ中の上ということで今の全部書いてください。じゃあちょっと左上からちょっと何て書いてあるんですか、まあ、この大きく分けられて、まずキャラクターデベロップメントから、まあその性格とか、はいはい、勉強面っていうよりもなんか人としてどうなのかみたいな、 あなたの子供はってまず、はい、Your Child って書かれてて、パーソナル、ソーシャル、はい、ワークハビットから、はい、まあ、個人的な、例えば、まあ、意欲を示していると学ぶことに、はいはい、はい、ソーシャルだとなんか例えばグループワークとかでちゃんとうまくお友達とできるかどうか、とあとはワークハビットだから、まあ、例えば、宿題をちゃんとその日までに終わらせてくれるかとか、うん、丁寧にできるかとか、まあ、そういった大きく3つに分けられてて、まあ、それで 1,2,3 学期、はいはい、なってるんですけど、まあね、この時期とかさ、先生も、まあ、あの、まあ、この時の担任の先生もすごい優しかったんですよ。あ、だから、まあ、なんかちゃんと一応なんか右肩上がりにはしてくれてる感じですね。あ、そういうことなんですか。地味に4、4、5、成長してるよってこと。3、3、4、3、3、4、まあ、4、4、4がすごい多いんですけど。はいはいはい。3、4、4、3、4、4、はい、そうですね。まあ、ここはまあ、まあ多分そこまではなんかやばいやつではなかったので、はい、一応大丈夫そうでした。はいはい、はい、あ、5あるじゃないですか。でも5は何だろう、何だ、どれだ、これ一番良かったですよ。ああ、まあそのクラスルームのルールと、はい、まあ、そういう決まりを守れるかどうか。ああ、決まりだったと思う。だからまあ社会不適合じゃないかどうかっていう、はい、まだ大丈夫、ここはじゃあまだ大丈夫だった時期ですね。まだ大丈夫大丈夫じゃなかった時期ないです。大丈夫だ、まだ、はい、まだ大丈夫だった時期だったってことですか。そう、まあ、まあ、深く触れないでいただいて、はい、そういうことですね。いや、大丈夫ですよ、ちょっと。あ、本当ですか、よかったです。あ、じゃあ真ん中見ていきましょう。はい、真ん中なんて書いてあるんですか。真ん中、これですか。真ん中のこの一番上って、あ、これは、あの、数学ですね。あ、え、ちょっと待って、数学でこんな、そうなんですよ、でも、めっちゃ細かく書かれてて、例えば、はい、22から逆に0まで数えられるかとか、かける2で30まで数えられるかとか、かける5で110まで数えられるかみたいな、多分定期的にその期末じゃないけど、多分あったっぽくって、まあ、これも一応右肩上がりですね。345が多いのかな、335とか。あ、でもそうですね、確かに。うん、逆に、まあ、できだからできなくなってるみたいなことは一応ない。確かに 2とかもないですもんね、1とか。はい、一応ね。一応ね。はい。まだ、そうですね、なんか、はい、数学、あ、算数だ、これ。算数。まだ算数ですね。算数はすごい好きだったんですよ。ああ。数学になってから、私は文章とか書く方が好きだな。ああ、なりましたね。でも数学でこん、あ、算数か。算数でこんな、うん、いや、すっごい細かいですよね。なんか、こんなにちゃんとやらなくないですか？私もびっくりしました。で、他のやつに比べても圧倒的に算数がすごい。そうそうそう、項目がすごい。うん。すごい算数に力を入れてる学校だったんですか？あったのかな？なんでだろう？ちょっとわからないですね。でも、すごい膨大な量ですけど、算数ですね。まあ、その、基礎的なことができるかどうか。まあ、そこで多分、例えば、その、ちょっと、こういうお勉強が苦手かどうかっていうのも、まあ、見極めて、はいはい、まあ、ね、まだ1年生とかだと、やっぱその、まだ障害が あったりする可能性もあるわけじゃないですか。ADHD とか。あ、そうそう、ADHD とか、はいはいはい、そういう、やっぱそういうのも、なんか、まあ、わかるきっかけになったりもするから、はい、多分すごい丁寧にやってるっていうのもあるんじゃないかなと思います。で、その下が社会と、科学、ヘルスってどういう健康、保険みたいな、あ、保険か、保険タイプかな、はい。で、さっき左側の言い忘れてたんですけど、これは英語、英語っていうか国語かな、そのインターにとっての国語だから、まあ英語なんですけど、はい、ライティングとか、まあ、これはその
ハンドライティングだから字が綺麗かどうかとか、うんうんうん、スペリングで、このリーディングライティングは多分もっと細かい表が多分本当はこれについてたのかもしれないです。ちょっとないんですけど。そういうことですか。はい、だから数字が書いてないんですけど。なるほどね。はい、別の紙を渡されるんですか。多分、まあ、もしかしたらその最後にやったなんかテストみたいなのを先生、あの親が見れるとかなのかもしれないです。そしてこっちは、バイブル、聖書の授業、聖書の授業がもう高3までずっとあるんですよ。高3まで、高3までなんか小学校1年生からずっとあるってことですか。そうです、そうです。1限かな、まあ、短いんですけど、ここのあれに比べたら、はい、これはでも全部のやり方あるってこと、ね、あ、違う、多分 CAJ だけかもしれない。はい、と、アート、美術、コンピューターと日本語、音楽、はい、そういう感じで書かれてる。はい、でもこの右側が私多分一応なんかバラついてるっていう。でも5、ちょっと待ってください。いや、ここちょっと待ってくださいオール5があります。音楽と体育だけはずっと成績分かる。なるほどね、はい、だからまあ今、まあまあそうかもしれないです。そういう活動されてるそうかもしれないです、ね、でもこのね、コンピューターとか最初は1とかもありますね。1、これなんだ、まあスキルとちゃんと教えられたことができるかどうかっていうのは、はい、あの2学期目は1でした、ね、はい、それが3学期目はちゃんと3には戻ってるんですけど、小学校1年生でパソコン触るって難しいですよねいや、なんかそういうもうプログラムがあって、はい、なんか、なんて言うんだろう、ソフトウェアが入ってて、はい、パソコンにもうなんかタイピングゲームみたいな、それをひたすらやるみたいな。でなんかすごい覚えてるな、なんかレジ打ちみたいなのが出てきて、なんかその例えばスイカがあったらウォーターメロンって打って時間内にこのなんかこの動いてるやつに、ね、ね、までに打てないとなんかスイカが落ちてベーンってなるみたいな。ゲーム、タイピングゲームみたいな。そうです。でもなんかちょっと多分そういうのもなんかちょっとふざけてたかもしれない。なんかそのふざけてた、落ちるのがちょっと面白くてちょっとふざけてたかもしれない。落ちないようにするゲームなのに。そうです、そうです。落ちるのがちょっと面白すぎて。そうですね、すごいつまんないんですけど全然面白くないんですけど、はい、でまあこのコンピューターのクラスもちょっとなんか友達とおしゃべりできるような雰囲気だったから。確かに日本の学校もそうかもしれない。でそうですよね、パソコン室って、はい、まあそういうのもあってこの成績なんじゃないですかね。あ、はい、さんあれですか、結構じゃあ小1の頃からすごいしゃべる。いやー、どうなんだろうな。元気は何か明るい感じ。はい、なんか本当に小さい頃はすごい人見知り、はい、人見知りっていうか人見知りはしないんですね、あの、うん、なんていうんだろう、怖がりだったみたいなんですけど、なんかどこからか知らないんですけど突然なんかちょっと男まさりになり始めたんですか。男よりも強いみたいな、ね、キャラになって、はい、暴れん坊になってきた。なんかその、あの人を笑かすっていうのが面白くなって、楽しくなっちゃって、ね、多分それが勝っちゃって、はい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 、それ他のことがちょっとどうでもよくなって、どうしたらエンターテイナーになんか笑かせるかみたいなのばっか考えてたかもしれない。ああ、でもそれなんかいいですね。本当に思ってます。インターってなんかそういうのもなんか受け入れられる。まあまあ確かに。ですし、結構、まあ、そういう子もまあまあいたから、私だけじゃなかったから。はいはいはい、そういう子に対して先生ってそのすごい怒ったりとかするんですか。うん、いや、もちろん先生が喋ってる時とかうわーとかしたらさすがに怒りますけど、でもやっぱそれをたまにその、はい、例えばプレゼントとかがすごい多いから自己表現しなきゃいけない場が多い学校とかだと、やっぱりそういうキャラがあった方がやっぱり褒められることは多かったかもしれない。確かに、その考え方すごく新しいねとか、はいはいはい、なんか今まで他の人が挙げなかったアイデアを挙げれば挙げるほど評価されるっていうのはあったかもしれない。だからちょっとそういう、なんだろう、日本の学校だったらもしかしたらちょっと癖があるとか、ちょっとみんなと違うっていうのが良くないとされちゃう時もあるかもしれないものを、それは逆に個性とか、このなんかいいところとして、うん、見てもらえる可能性もあるかなとは思います。なるほど、はい、いや、いい話です。いい話ですか。いい話でした。いや、なんか日本の学校だと多分本当に一方的に注意されて、うん、その子のなんか
いいところ、そういうところも伸ばそうみたいな感じのなんかインタは考え方なのかなみたいな。そうですね、はい、なんか、うん、そういうところがあった方がいいみたいな考え方ですよね。個性がですかね。わかんないです。はい、はい、あ、でもなんかこれ最後の裏もありますね。あ、それは、もうこれは私の名前、先生の名前、学年、今年、はい、で、まあ2年生に進めますよ、進学できましたよ。え、ちなみに2年生に進めない話題もあるんですか？いや、むしろ、あの、はい、飛び級したことがいました。はい、ま、あの、結構、まずその、早生まれ、遅生まれみたいなのあんまりないんで、はいはい、9月始まり、6月終わりの学校じゃないですか、まず。うん、違って、だからってなると6、7、8月とかに生まれると、まあ、ちょっと正直ちょっと微妙なところで1個遅らせてもいいし、はいはい、自分が実際入ってる、あの、自分の実際、一応その年相応の学年に行くか、うん、親が選べて、その飛び級した子は1個ちょっと遅らせたんですね、はいはい、でも遅らせたんだけどお勉強がすごいでもできたから、はい、やっぱり自分の年相応の年の子たちと一緒にやらせた方がいいってなって、はい、一緒に1年生スタートだったので次の年から3年生の子とかいましたね。まあまあ私は普通に、普通に。でもなんか6月から9月の間じゃない子も、うん、あ、まあそうですね、はい、もうそれこそ成績が良かったり何かがすごく秀でてて、はいはい、これは伸ばした方がいいってそれこそなったら飛び切れる、早いうちにね飛び切りした方がいいから稼いちゃう。それってなんか大学行く時も、うん、僕飛び切りした子はそのまま上がれちゃう、うん、上がれますね、なんならまあ大学も結構飛び級というか、まあ、早くに卒業、みんな2年とかでわーって単位取って卒業するのが結構当たり前じゃないけど、はい、やる人はやるので、本当なんかできる人はどん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 やっちゃうし、まあ、高校の時に大学と同じくらいのレベルのなんか授業を取る選択肢もあるので、それやればそこで単位を取得すれば高校生のうちに、はい、あのその単位ゲットできちゃうので、あ、先に、そうなんですよ、大学の時はもう最初から難しいところからスタートできるとか、はいはい、まあ、なんかいろいろそういう制度も、ね、一応あるみたいです。日本の学校ではちょっとあんまり考えられないですね。そうですよね、みんなね同じレベルで、で、あとはその出席日数かな、その出席日数と次が、休んだ日、多分風邪ひいたんじゃないですかね。休んだ日ってどれですか？あ、これ、あの、はい、1、1、インターってなんか別に休んでもなんか何も言われないみたいな、うん、まあそうですね、あの先生が普通にあのちょっと里帰りするから一等線いなくなるとか、うん、逆にあの親がそのビザの関係で一旦ちょっとアメリカ帰んなきゃいけないから子供を目引き連れて一週間行ってきますとか、なくはないですね。うん、まあその分例えばなんか違うものをして、例えばみんなが授業を受けてる間の、まあ、どこからどこまでやるを教えてもらって先にテキストを見といてねとか、はい、あ、まあ、その代わりエッセイ書いといてねとか、はい、まあ、そういうなんか代わりにあの渡される宿題とかあると思うんですけど、それでまあ補えるレベルにしといてくれるような気がしますね、学校は。うん、いいですね、ありがとうございます。はい、では、ちなみにこれ最後なんですか？これはあの学校の小学校の、はい、校長先生、はい、メッセージ、そうです、そうです、はい、こういうことをこの学校は大事にしてて、はい、これからこういうことをしていきたいと思いますみたいな。ああ、これはみんな一緒の、あ、これも一緒ですね、はい、個人的に花さんはどうこうみたいなのはないです。ない、はい、わかりました、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は、通知表ということで花さんに、なんだろう、はい、締めがちょっとよくわからない。はい、見せていただきありがとうございました。はい。